内川根野蔵、台湾乱遊の警察署前にて、前列左端に宮本、延べ人、中列右寄り、田尾族の少年、ま淵東一、かのただお。1929年、内川根野蔵は、日本の民族学者、人類学者、福島県日本松市出身。アメリカに留学して、1914年に、シカゴ大学を卒業し、 1917年には、ハーバード大学の哲学博士の学位を獲得した。1919年に、慶応義塾大学文学科講師となり、1921年には、東京商科大学附属小学専門部、教授兼与科教授となった。その後、台北高等学校教授に転任し、在外研究員の身分で、欧米各国に赴き、1年10ヶ月の、 間研究に従事した。1928年、台北帝国大学が設立されると、文政学部教授研評議員として招聘され、土俗学と人種学の講座を設け、研究室と標本室を建設し、台湾原住民の研究と太平洋、南東民族の文物の収集に当たった。1937年夏、オランダに赴き、 台湾のオランダ統治時代の資料を写真にして2万5千枚を撮影し、帰国後に整理して約200冊の台湾資料にまとめた。1940年に台北帝国大学文政学部長に承認し、1943年に南方人文研究所所長となった。戦後は日本に帰国し、在日米軍と共に、 文化方面に関する研究工作に従事した。1947年に急性肺炎のため死去した。去年64。ありがとうございます。